女子プロレスファンの皆さん、ご機嫌いかがでございますか。相変わらずの人気でございまして、今日は、女子プロレスをもう毎度といいますか、1年に何回となくお邪魔しておりますが、埼玉県の大宮市大宮スケートセンターにやってまいりました。ここのお客様は目が肥えているということで提供があるわけなんですけども、今日も一つ数々の熱戦を大いに期待したいと思います。実況放送席、実況アナウンサーの塩野でございます。どうぞ一つよろしくお願いいたします。それから今日の解説でございますけども、これまたデイリースポーツ運動おなじみの宮本久夫記者でございます。宮本さん、はい、女子プロレスはですね、何ですか、今45連戦中、その真っ只中にあるそうですね。そうですよね、はい、もうちょっとかつてないことじゃないですかね。そうでしょうね、はい。選手の皆さんは張り切っていると同時にですね、やはり怪我なんかあっちゃいけませんしね。そうですね、どうしても無理が重なりますからね、はい、やはり体を大事にしていい試合をやってほしいですね。コンディションの維持というのが一番難しい。そうですね、また大切な問題になってまいりますね。はい、はい、さて今日のお客様、早速ご紹介いたしましょう。まず後藤泉さんでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。後藤さんはどうも格闘技なんか相当お好きなようですね。そうですね、結構自分も体を動かすの好きですからね。あ、そう、はい、何か後藤さんスポーツやってました？水泳とか球技が好きだったんですよね。なるほど、はい、女子プロレスはどうですか？例えばこの選手のひいきだなんてあるんですか？これといってないですけどね、はいはい、皆さんとってもキビキビした感じでね、とっても好感が持てて、今日初めて本番見れるんですけどね。そうでしょう、ね、もう興奮してます。だから興奮してます、はい、前鉄柵がありますからね、大丈夫だと思いますよ。はい、そしてもうお一人でございます。ケントデリカットさんでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。ケントさん、いや、泉ちゃんの声かわいいじゃないですか。それに比べてケントさんの声は何ですか？あまり可愛くないですよ。いや、可愛くない、もう声は弱ってますね。悪いですけど、すみません。さっきから相当大きい声張り上げてるから枯れてきたんじゃないですか、声が。いや、どうかね、今日はですね、他の仕事は来てきたんだけどね、ちょっと声は弱ってきたんです。今日は一つね、はい、興奮して、しかも冷静にお願いしますよ。わかりました、はい、ということで今日のお客様も大変でございますけどもね、早速まずクラッシュギャルズの東京爆発娘からお聞きください。Thank you.
勝負を行います。赤コーナーオールタシングチャンピオン250パウンドデビル・カサマミ、女子プロレスにデビル・アリ、オールパシフィックチャンピオンデビル・マサミ、今日は黒いガウンで登場です。青コーナー140パウンド盾の森、何から何まで対照的に盾の森を、しかし数多くのテープが待っておりますリング上。いやー、ファンの盾のに対する期待というのも相当大きなものがあります。いやーテープの数ではね、縦のノリオ選手の方が何か上だっていう感じですね。すごいね、完全にデビル・マサミ選手を送ってますからね。さあケントさん、はい、この一戦はズバリ直感でどんなもんですか。やっぱりですね、今見たらデブルさんの方がなんか僕は強いような気がするんですね。デビル・マサミ選手の方が強い、ね、だってこの縦野さんがね、ピンクはするんですよ。はいはい、ピンクあんまり可愛らしくてどうかなんかレシーブに合わないような気がするよね。しかし縦野選手にはぴったりじゃありませんか、可愛らしいし。まあ可愛らしくはいいんですけどね、デブルの方がなんかその、なるほどなるほど、顔でなんかやー、はい、っとなんかような気がするね。そうですか、ほらほらほら、おーっとほらほらパンチ攻撃でやります。コーナーに置いてパンチ攻撃、さあデビル・マサミ選手、あーっと一発から持ってやります。デビルが行く、縦のも負けておりません。縦の反撃に移りました。まあガンを取ったら大体2人とも同じようなね、今日は水着なんですけども、早くも何かボクシングスタイルというんでしょうか。あーデビル・マサミ選手、今日はちょっと戦法を変えてくるか。宮本さん、実は立野のりお選手の最近の心境は珍しいと宮本さんもおっしゃってましたが、私たち2人はじゃあ一つ立野のりお選手の前線を期待しましょうかね。そうですね、じゃあそれに行きましょうか。どの程度大きなレベル相手に立野が戦えるか、この辺りやはり関係者も注目するところであります。縦野ってのは自分流のレスリングというんでしょうか、非常に自分というものを大切にしたレスリングをここまでやってきたわけなんですけども、今縦野のレスリングスタイルとそれからデビルのレスリングスタイルっていうのはやはりはっきり違うんですか、ちょっと似てきてるんですか、どんなもんなんですか。そうですね、やはり、まあ、ニルとかうんぬんじゃなくてやっぱりデビルっていうのはそれだけのキャリアを積んだ選手ですからね、はい、やはりどんなスタイルの相手でもですね、はい、それなりにさばけると言いますかね、なるほど、順応できるし自分がそれだけの包容力を持ってますよね、やっぱりそういう奥行きっていうのがまず全然違いますよね。まあ、縦野選手ってのはやっぱこれからも本当に今伸びてきて、まあ、もう一つジャンプしようとしている選手ですからね、まあ、自分のある意味でスタイルを確立しようとしている選手ですからね、はいはい、やっぱりそれだけの幅っていうのはやっぱり全然違いますよね。なるほどね。まあ、タッグ戦ではよく性格が出る、そしてシングル戦では技術が出るというようなことを言いますけどもね、今日は一つ成長目覚ましい縦野のりお選手の技術をこのデビル相手に思い切って出してもらいたいものであります。後ろからスリーパーコールドの体勢に入っておりますのが縦野のりおであります。今度は両手を後ろに持っていきました。先輩に対しまして遠慮なく思い切って攻めております縦野のりお。まあ、放送には入りませんでしたが、今日はデビル・マサミ選手もファンのためにですね歌を歌ってるんですけどもね、歌を歌っている時のデビル・マサミとこうして試合で登場してきた時のデビル・マサミ、後藤泉さん、はい、やはりガラッと違いますでしょう。違います、まず目つきが違いますね。目つきがね、歌を歌う時なんか目が優しいんですよね。そうですね、笑ってますしね、いや優しくて可愛かったなんですよ、はいはい、歌の時は。今どこも可愛いとこないんですよ、デビルさんが。そんなことない、恐ろしいですよ、恐ろしい、どこが可愛いんですか、コロッカ、恐ろしいでしょ、はいはい、ケントさんのおっしゃる通り僕ならもう逃げちゃったでしょ、逃げちゃってる、もうギブアップ。いやー確かにね、デビル・マサミ選手の恐ろしさは目にあるんですけども、おっとこれは何ですか。あ、なるほど、これも苦しいでしょうね、宮本さん。そうですよね、はい、これは新しい技なんですか。あまりデビル・マサミ選手こういった技見せませんね、宮本さん。まああまり見せないんですけどね、はい、
そして今度は弓矢固めの体勢に入りました。まあ、これは非常に多い技なんですけども、デビル雅美やはり先手先手を取って攻めまくっております。満員の大宮スケートセンター全日本女子プロレス、先ほどもお伝えいたしました45連戦中の真っ只中であります。選手も疲れ切っております。しかしまあ今はちょっと暑さもね峠を越えておりまして、選手にとってはこれから戦いやすいシーズンに入ってくるわけであります。がっちりとかけておりますのが縦のノリオであります。しかし攻められながらあんまり効いていないってことなんでしょうか。デビルも盛んに手を出しております。試合時間5分経過が今ジーエンリングアナウンサーによってつけられております。場内です。さあロープリンを置いて今度は勝ちに上げました。さあデビル放送席のロープリン下に落としました。あれで後頭部をケントさん打つんですよ。さあ縦の苦しくなった、どうするか。もう一回ボディスラムだ。おーっとどうかどうか、どうするんでしょうか。反動をつけて投げ飛ばしました。迫力のあるデビルの攻撃です。そしてギロチンドロップ、デビルが行きます。カウント2です。迫力で押してますね。そうですね、もう何かデビルにちょっと余裕を与えすぎましたね。そうですね、まあもともとスロースターターなんですけども、縦のちょっとデビルに攻められております。さあ今度はどうするんでしょうか。おっとバックリーカーに持っていきました。人間風車の体勢から、あるいはそのまま落とすかと思ったんですけども、バックリーカー、いろんな喧嘩技がありますデビルマサミ。また髪の毛を掴んでいる縦野がちょっと動けなくなりました。後藤泉さん、やはりデビルの攻撃さすがでしょ。すごいですね。ねえ今なんかどうですか。カウント2、まあ、今のそうですね、デビル の, フィニッシュへ持っていく技なんですけどもね、はいはい、まあ、縦野選手こらえてね、よく跳ね返しましたね。そうですね、はい、しかし何か朦朧としてますよ。そうですね、はい、あーっと縦野が反撃に転じた。さあどうかになるトークからまた逆をついた。また一着悔しそうな縦野伸びをでやります。さあ今度は縦野どうするか。このままエビ固めの体勢でカウント2でやります。危なかった危なかったデビルマサミ。さあ縦野がようやく反撃に転じました。ネックブリカードロップが炸裂してやります。もう一発いった。縦の得意技が出ました。あーっとデビルたまらず今エプロンに逃れました。さあ縦のが一気に来るか。あっと今度は捕まった、逆に捕まりました。面白い試合になっております。おーっとロープ越し場外に、場外に行くか。あーロープの今一番上を使ったんですね。うまい技。そして一気に縦が先頭、これは失敗です。転倒に失敗でした。今度は縦野がトップロープだ。ポストから一気に飛んだーっと2ドロップも失敗に終わりました。お互いに必殺技空振りであります。おっと今度はどうするか。このまま決めに行くか。片足を持ったまま決めた。今の技は何ですか。今の技は、はい、一般的にフィッシャーマンシップを取るときは、はい、ですね、網打ち式原爆型ですね。そうですね、何か釣り師のような格好になるんで ね、フィッシャーマンスープレックスというんだそうですけども、しかしデビルマサミ選手が大技を見せましたですね。本当にね、はい、まあ、立野選手ちょうど弱ってましたからね。そうでしたね、跳ね返せなかったですね。はい、いやー縦野則雄選手がどの程度戦うか放送席期待したんですけども、さすがにデビルこの一番、ここ一番というところでは強い実力を発揮いたしました。タッグリーグザベスト85、今日は注目の一戦を迎えました。極悪同士の対決であります。モンスターリッパーモニカ・カスティーリョ、そしてダンプ松本ブルナカノ、この4人がこれからリング上に上がってくるわけであります。まずモンスターリッパーとモニカ・カスティーリョであります。いやモンスターリッパー今日は大変だ、早くも入れ込んでおります。いっぺんに何かリング上が狭くなってしまいました。そして今極悪の花も不気味に、そして阿部翔を先頭にいたしまして極悪同盟の入場だ。
コー、まだやってる、まだやってる、大丈夫か、やってます、やってます、やってます、もうあれ狂っている、ダンプ松本、ダンプがあれ狂っている、あー嘘んでしょ、ダンプ松本、いやー本当に申し訳ありません。ダンプ松本市内攻撃、放送席を強襲いたしました。まだ来るか、まだ来るか、赤コーナーから上がろうというダンプ松本でありますが、いやーモンスターリッパーと、そしてさあダンプがゆっくりと今上がっていきました、ダンプが上がっていきました、当然としております、大変なことになりそうであります、睨み合いがモンスターリッパーダンプ松本の睨み合いであります、100キロの対決です。おっと何か異様な雰囲気ですね、宮本さん、一体どうしたんですか。そうですね、アベレフリーとね、レフリーのホセットですと、はいはい、揉めてますね、なんかやってますね、おっと何をやってるんでしょうか。いやモンスターリッパーとダンプ松本同士ありませんでね、阿部志郎とホゼトレスが、そして来る中のさらにはモニカ・カスティーリョ、これまた睨み合いであります。あっとダンプ松本が今ホゼトレスをしないで叩き出しました。やってます、やってます、これが試合になるのか、まだゴングはなりません、異様な雰囲気です、場内は騒然としております。ケントさん危ないですから気をつけてくださいよ。危ないですね、危ない危ない、怪我はなかった。いやちょっと逃げたけどね。あ、逃げましたか、すごいぜこれ、はい、試合なくないでしょ。いや後藤さんも大丈夫でしたか。大丈夫でした、まだ試合は始まっておりません。あっと今ゴングが鳴らされました。いやタックリーグザベスト85、注目の一戦であります。しかし極悪同盟というのは普通はですね、仲がいいようにね、お互いに同盟を組んで手を組んで外人選手とやってるのに、一旦自分が戦う相手となるとこうも表現できるんですかね。そうですね、はい、もう常以上になんか像を向き出していましたね。そうなんですよね、非常に険悪な状態になりましたね。しかもまだ続いてるんですよ、阿部志郎と補正トレス、はい、何か今日はレフリーの座をめぐって完全に補正トレス、まあ、アベレフリーは国策を組んだんですけど、ね、そうなんですね、まあ、トレスは外人組 の、はいはい、一派ですからね、これはお互いにやはりレフリーとの座を譲れないというね、そういう、まあ、意地がありますよね。レフリーっていうのは中立なんだと、これがもう建前なんですけども、阿部志郎が出現してこれが途切れてしまいました。そしてホテトレスも日本にやってきて大体当然のレフリングをやったんですけども、今日は阿部志郎にやはり敵意をむき出しにしてますね。無理もないかも分かりません。さあようやく試合が始まりました。モンスターリッパーモニカ・カスティーリョ、ダンプ松本の中身であります。まずダンプとそしてカスティーリョが対戦しております。貫禄においても実力においてもちょっとダンプの相手ではありません。ダンプの相手はやはりモンスターリッパーだ。いつモンスターリッパーが出てくるか。さあダンプ松本そしてブル中野、うまい攻撃です。2人攻撃実に通りいっております。そして今度はブル中野がロープに置いて一気に足を飛ばします。上から1カウントが入る、早いぞダンプ松本、そしてブル中野、阿部志郎がレフリーについております。あーモンスターリッパーが怒ってますけども、いつもはねモンスターリッパーこういったレフリングに助けられております。ようやく試合らしくなってまいりました、リング上であります。まあ、そういえばダンプ松本ブル中野というのは今まで1敗しかしてないんですね、まだ。そうですよね、まあ、横田大森組に、まあ、初戦で敗れたんですけど、そうでしたね、まあ、その後はもう順調に白星を重ねてきましたよね、はい、しかし順調にといってもですね、こういった戦い方じゃね、やってる相手としてはたまったもんじゃありませんね。そうですね、お客様も興奮しております。そしてもう場内のファンは声を飲んでおります。呆然としてリング上を見ております。あーっとモンスターリッパーを投げ、モンスターリッパーが今阿部志郎を投げ飛ばしました。そしてこの中の捕まえた紙一本、これは一本勝負であります。どういったことで決着がつくか全く分かりません。今度はダンプがいった、モンスターリッパーにダンプが後ろから襲いかかりました。いやーダンプとモンスターの対決、これは宮本さん迫力がある、本当にね、もう100キロ同士ですからね、おーっとダ
ンプコールが浴びましたね。コールが沸き起こりました。ダンプコールです。さあダンプ松本、このダンプコールをどう聞くか。今まではダンプに対しては変えるコール、しかし今日はモンスターリッパーとの対決、場内はダンプコールであります。まあ、この辺が最近のファンのねありがたいところというんでしょうか。ダンプにとってはたまりません。まあそうですね、まあ、今日の場合はまあ日本人と外人ということもありますから ね、 しかし改めてケントさん、はい、ダンプ松本、これなんかの極悪同盟、どういうふうにご覧になりますか。あのね、テレビでは見たことあるけどね、やっぱりあの実際の方々見るとすごいですね、体力も ね、いやこれ女性ですよ、怖いですよ僕は。これだけの迫力はね、ちょっとあのケントさんも予想できなかったかも分かりません、はい。後藤泉さんはいかがですか、ダンプ松本の迫力。もうただただ圧倒されてますけど、でもあの結構やっぱり実力派なんじゃないでしょうか。なるほどね。おっと、また今放送席の前だ。今度はモンスターリッパーが起こった、モンスターリッパーが起こった、モンスターリッパーが起こりました。いや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 、場外戦になりました。さあどうなっているんでしょうか、どうなっているんでしょうか。強烈に場外で焚き付けております。場外戦です。ダンプ松本はリング上に上がっております。2人を持って上がっております。しかし他の選手は上がってまいりません。30分1本勝負です。カウントが続いている。今モンスターリッパー入ったが、今度はダンプが降りた、今度はダンプが降りました、ダンプが降りました。カスティーリョを捕まえております。カスティーリョを捕まえました。何かブル中野は場外でやられてるみたいですね。そうですね、まあはい、あの中野、まあ、斉藤がやられましたんでね、はいはい、ダンプも怒ってあのモニカをです ね、 ですね、今フェンスにぶつけましたよね、はい。さあダンプの上昇をご覧ください。ちょっとあの試合がちょっとね、迷惑な状態になってきましたね。可愛い手下をやられましたよ、ブル中野がやられて、コンドルがやられました。ダンプ松本一人になりました。さあ今度はモンスターリッパー大西洋挽回です。ご覧ください、ダンプ松本がリングに上がってくるのを待っております。さあどうなるんでしょうか。ブル中野はやられました。ダンプ松本が起こった、ダンプが起こった。さあどうするか、また竹刀が入った。おっとモンスターリッパーは今鎖を投げ捨てました。この辺りモンスターリッパーうまいところ、ダンプ松本竹刀攻撃を仕掛けられるか。やはりやりました、やはりやりました。大きなお腹に背中に竹刀が飛ぶ、竹刀が食い込みます。強烈、ちょっと待ってよ、相手構わずやっております。あーっと今度は席を使いました。逆に取られた、モンスターリッパーが竹刀を打った、ボロボロにしました。恐るべしモンスターリッパー、恐るべしモンスターリッパー、また入った、また竹刀が入ってまいりました。これではモンスターリッパーもたまりません。切っ先を使っております。ブル中野がやられました。さあモンスターリッパー反撃のチャンスを迎えました。モンスターが行く、モンスターが行く。さあモンスターが100キロを抱え上げました。今度はダンプ松本ピンチを迎えました。しかしダンプに対して声援コールが沸き起こっております。今日の大宮スケートセンター、ダンプに対して声援コール。ダンプはそういえば大宮さん、左の膝が相当痛いんですよ、そうですね、はい、試合ができるかどうか寸前といった状態であります。ダンプ松本の左の下、ここを狙っているモンスターリッパー、画前状況はダンプにとって不利。さあダンプが苦しくなった、ロープに飛ばされてモンスターがいっぱい、ラリアート、強烈ラリアート炸裂。いやダンプ松本は強いですね、必殺技があります。モンスターリッパーがちょっと苦しそうだ、モンスターリッパーが放送席、あーっと、いや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 、ダンプ松本あっという間、モニカ・カスティーリョホール。今モンスターリッパーね、ちょうど私の前だったんでね、よく見てなかったんですけどもね、それにしてもすごい試合ですね。そうですね、はい、もう何か両軍がですね、ちょっともうこだわりすぎましたよね、何か。そうでしたね。そしてまだ阿部志郎と、そして小瀬がやっております。いやモンスターリッパーとしても釈然といたしません。何かあのレスリングをやったという感じが残ってないんじゃないでしょうか。モンスターリッパー、極悪同盟モンスターリッパー相手に今日は本当に荒れ狂いました。
まあしかし極悪同盟っていうのはこれからどこまでエスカレートするのか全く予想すらつきませんね。こうなるとあれあれ、モンスターリッパーはポテに対しましてね、なんだちょっと頼りなかったぞ、そういった感じで今投げ飛ばしております。メインイベントを迎えました大宮スケートセンターであります。さあクラッシュのテーマにファンが今声を合わせております。これからクラッシュジャンプ入場してまいります。まあ、今日は大宮スケートセンターのお客様にですね、例の踏み切りマッチ以後坊主頭になった長吉さんを見ましたかと私リング上でみんなに聞いてみたんですけども、半分以上は今日初めてその長吉さんを見るんだというんで相当にあの興奮してるみたいでしたね。そうですね、はい、あの大阪からずっとあの旅が多かったですからね、各地を転々してましてね、はい、今やっと関東に帰ってまいりました全日本女子プロレス、その長吉さんの坊主頭が見えます。花道を通って今長吉さん、そしてライドネスアースカ入場をしてまいります。さあ長谷川千草が、そしてライドネスアースカが今リングサイドに姿を見せました。今日は青コーナーに登場してまいります。クラッシュの入場で浩君は頂点に達しました。大宮スケートセンターにクラッシュギャルズ颯爽登場であります。パックリーグザベスト85、今日クラッシュの相手ジャガー横田大森ゆかり、場内にはジャガーのテーマが高らかに鳴り響いております。しかしジャガー横田ファンにはちょっと悲しいニュースがあります。それはジャガー横田が今日この会場に来る前の練習で実は左足を脱臼いたしました。ご覧ください、選手に抱えられるようにいたしまして足を引きずって今ゆっくりゆっくりと通路を進んでまいります。ジャガー横田本来は試合できる状態ではありません。しかしジャガー横田はこのタッグリーグ戦には絶対試合をやるんだ、危険はしない、休まないと言っております。今日は数多くの関係者にこの試合の強行を差し控えるように言われておりましたジャガー横田でありますが、どうしても試合をする、相手はクラッシュだ、そして今日リングに上がってまいりました。まあそういった意味でややジャガー横田ファンにとっては本当に心配ですし残念なんですけども、果たして頂点に立つジャガー横田がこのハンデを背負ってどういった試合をするか、これまた大きなものになってまいりました。パックリーグザベスト85、ジャガー横田の足が良ければ事実上の優勝決定戦と申し上げてもいい好カードであります。まず大森ゆかりの紹介です。真っ白のガウンのジャガー横田、相当悪いと思っていいでしょう。ほとんど足を引きずっております。これで試合ができるかジャガー、すごい数のテープが飛び出したリング上、後藤泉さん綺麗でしょう。綺麗です、花が咲いたみたいです。はい、ケントさんどう、このテープはもう完全にペーパーレインボーですね。はい、ケントさんも大きな口を開けてアングリというリング上でやります。まあしかし宮本さん、はい、今もずっとねジャガー横田入場の際にお伝えしたんですけども、今日のジャガー横田の2人の足首脱臼ですか、はい、これは生地の状態じゃありませんね。生地の状態じゃないですね、はい、まあ、あの以前にもですね8月1日の神戸大会でですね、同じ左足の足首脱臼してるんですけども、まあ、その際はあのなんて言いますかね、足首と申しましてもかかとの方が、まあ、水平と言いますかね、そういう風に今脱臼してたんですよね、はいはい、で今回の場合は、まあ、同じ左足首と言いましてもちょっと甲の部分と言いますかね、はい、そこを、まあ、あの縦と言いますか、そういう感じであの、まあ、脱臼の状態がになったようですけどもね。そうですね、まあ、あの私も、まあ、その患部を、まあ、目で見ましたけども、はい、やはりもう腫れ
はもちろんですけども、やはりもう色もちょっと変わったようなところありますからね。あ、そうですか。まあ、医者の診断ではまあ2週間、ね、試合はしてはいけないと言われたそうですけども、そうでしょうね。まあ、公式戦ということでね、はい、絶対出るということで出たんですけども、はい、まあ、バンテージに巻かれたね、あの足がね、なんとも痛々しいですね。そうでしょうね、はい、しかもですね、今大森が先に行こうとしたんですけども、ジャガーは後に引きませんで ね、流れをちぐさとこうして解決してるんですけども、果たしてジャガー今人気最高のクラッシュを相手にこういった状態でちゃんと戦えるんでしょうか。何しろあの、まあ、歩行も困難な状態ですからね、はいはい、まあ、膝まずいたのは立たないわけですよ ね、まあ、グラウンドだけで戦おうという一つの、はいはい、意思なんでしょうけども ね、 そうでしょうね。シングル戦だったら私は休みますと、しかし今日は卓戦ですから戦いようがあるんですと、こういうふうに私にもはっきり言っておりました、山田横田。しかし果たしてどうなんでしょうか。しかし逆に言いますとね、ジャガーのこれだけの強いその気持ちなんでしょうか。これが体の小さなジャガーを抑えてここまで来たんでしょうね。まあ、もちろんそのね、もう体のもう根性にはね、本当に敬服するばかりなんですけどもね、はい、しかしやっぱりあの将来を考えてね、体を大事にしてほしいというね、そういう思いもしますね。はい、ケントさん、はい、今あの足を悪くしてましてね、はい、十分な状態じゃないんですけども、このジャガー横田という人が現在全日本女子プロレスの頂点に立ってましてね、はっきり言いますと一番強い選手なんですよ。はい、いや、あのですね、足が悪くてもね、あの試合にちゃんと出るということはまずですね、はい、もうハートがあるんですね。そうそう、まあ、僕の力僕はまだ分からないけど、はい、とにかくハートを僕はとにかくあの尊敬しなきゃいけないですね。まあ、あのなるべくですね、大森で早めにタッチしてね、今日は大森中心に戦わなくちゃどうしようもありません。そうですね、赤コーナーであります。だからもう大森選手がもうできるだけあの、まあ、リングに出てね、はい、やはりあの短期決戦で勝負をつけないときにはそうでしょう、ね、ちょっと苦しいですよね。はい、今ジャガー横田選手のですね、背中を新人選手が拭いたりしてますけども、本当にジャガーがほとんど抱える状態ではありません。したがって大森が今日はクラッシュ2人を引き受けて戦わなくてはなりません。この辺りが大変であります。さあ、両手に振られました。おっと、どうか、バックを取った、叩きつけました、大森ゆかり。大森が叩きつけております。さあ、今度はどうでしょうか。1回転内臓を打ちました。しかし、塩野さんね、はいはい、この女性たちのコンディションはすごいです ね、もう叩かれたりとか、はい、曲がれたりとかですね、はい、それでもまた帰ってきて、どんどんそうそうそう、コンディションはいいですね。はい、これはなかなかきちっとできないですね。それはそうですよね。はい、さあ、アスカアスカ、あるいはチムサシムサ、クラッシュに対する声援がね、大きくなるんですけども、またスーッと潮が吹くように声が小さくなってしまいます。大宮スケートセンターのリング上です。おっと、今度は大森が行った、ガツンと行きました。さあ、また行った、ラリアート攻撃であります。大森、迫力のある攻撃、3つ行きました。3連発、もう3発行きましたね。はい、思い切って行った。さあ、今度はジャガーがどうか。おっと、ジャガーがニャンロープから一気に飛んだ。これはすごいぞ。ジャガーが一気に飛びました。一気に行った、人間風車行った。いやー、ジャガー横田、大したもんだ。根性の人間風車、足がほとんど使えません。何度も申し上げております、左足脱臼です、左足首脱臼です。ほとんど左足は使えません。そういった状態で今日このタッグリーグザベスト85完全として出場してまいりました、ジャガー横田。その闘志にはまさに頭の下がる思いであります。よくやってます。こういった逆根性がなければ、このジャガー横田、やはり 3AA の世界のチャンピオンベルトはこうも長い間保持できなかったでしょう。っと、やはりあのクラッシュもですね、はい、もうジャガーがああいう傷だらけの体とですね、あの闘志をぶつけてくられて、やはりちょっと気迫負けしてますよね。そうなんですね、はい、ちょっと飲まれた感じでね、はい、逆にあのクラッシュもですね、相手は先輩であろうと、たとえ腰をしていようと、こうしてリングに上がった以上はもう格闘競技者相手なんですから、遠慮したくなくやってもね、構わないと思いますよね。そうですね、はい、それがまた大先輩に対する礼儀かも分かりません。ジャガー横田は今日はあの決して相手がね、手を抜いてきたりすることはないと思いますとはっきり言っておりました。しかし、なんとなくジャガーの気迫に押されておりまして、いつものクラッシュらしい構成はまだ見られません。
まあ、後藤泉さんもね、はい、クラッシュギャルズってのはご存知だったでしょうけどもね、こうして改めてあの、リングに上がって試合ぶりなんかご覧になって、いかがですか。とってもね、スポーツマンっておかしいですけどね、はいはい、もうすごくあのさっぱりしてるっていうか、もうなるほど素晴らしいですね。であの千草さんが、はい、あのキャラ横田さんをね、時々なんか心配そうに見てるような気がするんですね。だからやっぱり同じあの戦う者同士としてね、はい、とってもあの素晴らしい気持ちの通じ合いがあるんじゃないかなと思って。あそうでしょうね、はい、しかし今日はあまりスタンドでは動けませんジャガー横田、したがってどうしてもグラウンドに引き込む可能性が多いんですけども、そのグラウンドも完全として受け立っておりますのが長与千草と大根沢塚であります。まあ、たとえ格闘技とはいえやはりねジャガー横田これだけ左足が悪いってことになってますと、礼儀というんでしょうか、どうしてもクラッシュもジャガー横田のペースで戦おうとそういった気持ちになるんでしょう。これは無理もありません。ここはまたクラッシュのいいところであります。しかしついに足が飛んだ、キックが飛んでおります。さあクラッシュはどうでしょうか。あーっとクラッシュバックを取られました。ちぐさがバックを取られております。懸命に取られました。足が痛いのによくあのやったりしちゃうんですね。そうですね、まあ、普通の人だったら絶対これできませんよ、ねね、バックドロップに行きました。あっとカウントが2であります。足を脱臼しながらカウント2を取りました。ジャガー横田、さあジャガーもそろそろ大森ゆかりのコーナーに行って早くタッチをしてもらいたいところ。大森は企画ではありません。ご覧ください、大森がもう自分が戦っている時よりもむしろコーナーにいる時の方が大変ですね。本当ですよね、はい、やっぱりあのパートナーはまあ気遣うんですけどもね、戻ってきてくれないとにはタッチできないですから ね、 そ、 ね、そして超満員の大宮スケートセンターからは今ちぐさコールが沸き起こっております。さあ今度は大森にタッチ、そして大森がロブロスペシャルの体勢に入りました。さあちぐさこれを食うと大変です。釣り天井が出ます。大森の釣り天井定評があります。一気に行くか、一気に行きました、一気に行きました。さあギブアップか、レフリーがジミー加山、ギブアップか、懸命にこらえている、懸命にこらえたちぐさ、さあどうか、ちぐさ耐えました、耐えました、逃れました。しかし今の釣り天井は効きました。さあもう一回一回上げました。そしてどうするか、あ今相当内臓打ってますね。そうですね、今のはストマックブロックもまともに落としましたからね、そして今度はどうするか、上からいった、カウントが入る、危ない、カウント2でした、カウント2でした。あーっとエンドインに出ました。これは痛かった、これはジャガー横田痛かった。そして今タッチであります、クラッシュタッチ、アスカが出ました、アスカが出ました。あアスカの、おっとこのまま行くんでしょうか。ダイオネスアスカ長いおつぶさ、一気に行きそうだ、一気にジャイアンツスイングが出ました、ジャイアンツスイングが出ました。さあこのジャイアンツスイングをどうかわすんでしょうか。さあかわせるか、もうあの大森から出てきた方がいいんじゃないですか、タッチはできないでしょうか。そう、ね、もうちょっともうこれ、もうアキレス腱が溜めきましたね、アキレス腱が溜めが出ました。ジャガーが口を開けて、ね、もう悲鳴を上げて、悲鳴を上げてこられておりますジャガー横田。これだけ苦しそうな表情を満員のお客様に見せたことはかつてありません。やはり大森が出てきました、やはり大森が出てきました。これはもう大森が助けに入らなければ、ジャガー横田ギブアップか、ジャガーギブアップか、アキレス腱固めが出ました。おっともうちょっと無理なんではないでしょうか。ジミー加山、ジミーもですねレフリーをやりながらもうこれ以上は試合を続けさせるのが無理だといった表情をしております。そうですね、もうずっと見てるんでしょうけどね、しかしこれジャガーのことですからね、失神しても続けますよ、失神寸前だ、ジャガー横田失神寸前だ、どうか、やはりコミッショナーが出てまいりました。ジャガー横田失神です、失神状態です、やはり失神しました、痛みに耐えかねました、痛みに耐えかねました、ジャガーリング上失神です、完全に気を失いました、ジャガー横田気を失いました、やはり試合は無理でした。
今上田晋司コミッショナーもリング上に上がっております。果たしてどういった決着になるんでしょうか。今リング内にマイクが運び込まれようとしております。ジャガーはコーナーに若い選手たちによって運ばれております。上田コミッショナーの大切な目です。出身でリタイアするようですがですね、試合はこのまま続行というニュースされましたね。そうしますと大森ゆかりが、マッサージであるんですかね、やるんでしょうか。まあ思えばですね、 3AA の頂点に立ってジャガー横田、これだけ不本意な姿をファンの前に見せるってことは、今失神状態とはいえ悔しいでしょうね。そうですね、はい、もうあのエプロンでダウンしたままなんですからね、はい。さあジャガー横田はどうなんでしょうか。エプロンで大の字でやります。そして今クラッシュの相手に、おっと大森が行っている。大森とライオネス、あすか殴り合いであります。さあ、おっと大森が殴った。大森のパッチが飛んだ。そして今ちぐさが出てまいりました。ちぐさ、ちぐさも投げ飛ばされました。大森が怒った、おとなしい大森が怒りました。さあっと足が飛んだ。しかし大森うまくかわしております。 PK に落としました。大森上から行ったカウントが入るか。おっと今度はライオネス扱い行きました。いやー1対2、変則ではありますが続けられます。1対2変則ではありますが続けられます。まあ確かにジャガー横田がコーナーで休んでいるという状態にしてあるわけなんでしょうね。そうですね、あっとカウントは2であります。試合時間15分を経過いたしました。貴重な一戦であります。貴重な一戦になった。さあ今長与千草が出ました。そして大森とライオネスアースカー、あーっとどうか、うまく避けた、うまく避けた。しかし2対1ではどうしようもありません。さあ大森がまたアスカに捕まっている。2人攻撃がついております。パイルドライバーが入りました。さあどうでしょうか。カウントは取られません。2人攻撃を今ジミー加山受け付けませんでした。もう1回行くか、アスカもう1回行くか。アスカが今トップロープに大森を据えました。さあコーナーポストから、コーナーポストから一気にバックドロップに持っていきました。ものすごいバックドロップであります。さあカウントが入った、3つ入った。やはり初戦大森クラッシュの2人相手では無理でした。無理ですよね宮本さん。もうねやっぱり、まあ、1対2なんですからね、はい、まあ、クラッシュギャルですから、まあ、大森頑張ったと思いますけども、まあ、この結果は仕方がないですよね。心意気は変えましたが、やはりこの結果は仕方がない。宮本さんのおっしゃる通りであります。いやね、試合が終わってですね、今改めてライオネス・アスカ、ジャガー横田のところに行ってますよ。そして長与千草も行っております。心配そうです。試合が終わってしまえば大先輩、心から尊敬しているライオネス・アスカ、ジャガー横田のところに飛んでいきました。これが本当のライオネス・アスカ長与千草の気持ちでしょう。いやー、格闘技っていうのはしかしある意味でむごいですね。長与千草、ライオネス・アスカ、試合が終わった後は大先輩ジャガー横田の容態を気にしております。心配しております。まあ今日はねちょっとあのジャガー横田にとってはかわいそうだなという感じもあったんですけども、しかし試合が終わってみればすがすがしさも残りました。良かったですね。そうですね、はい、まあ無謀さとね、なんかまあそういう感じでしたね、両方が運動してなんとなく、そうでしたね、複雑な気持ちではありますね、はい、さて、後藤泉さん、はい、いかがでしたか。もうとにかく感激する場面と、ね、はい、びっくりする場面とも、はい、たくさんあって、もう素晴らしい格闘技だと思いますね。そうですか。でももう興奮してます。そうですよね、ケントさん。いやあのですね、はい、今日僕はいろいろびっくりしたんだけどね、まずはやっぱりこの女性たちのコンディションはすごいですね、はい、またあの終わりまでしのぶことはすごいですね。だけど一番びっくりしたのはそのハートがですね、はいはい、やっぱりもうお互いにみんながハートですね、お互いのこともあのお互いの方もまたいろいろ心配してるしね、すごかったんですよ。今日は素敵なゲストお二人をお迎えいたしました。それでは大宮スケートセンターからこの辺でお別れすることにいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。バレーボールワールドカップはフジネットワークの独占放送です。